こんにちは方程式チューバーバですこの動画は2020年2月19日に行われた慶應義塾大学医学部数学の入試問題の解説の動画です。解説する問題は第4問、4番です第4問は b 代なり 0c 代なり0として関数 fx イコール b 1ス c 分の x 二乗括弧閉じ、A、x の範囲は0小なりコール x 小なりコールルート c を考える。 という問題で括弧四番です。括弧四番は動かしますね。このような問題が括弧四番の問題です。曲線 y。Y. イコール F. X.。括弧ゼロ小なりイコール X. 小なりイコールルート C. の。長さを L. 括弧 C. とする。一般に S. 大なりイコールゼロ。T. 大なりイコールゼロの時。ルート S. 小なりイコールルート S. プラス T.。小なりイコールルート S. プラスルート T. であることを用いて。 リミット c を無限大に飛ばした時のルート c 分の L カッコ C が1になるまたリミット C0 に右側から近づく場合ですねルート CL カッコ C イコール2分の3ラージ A になることを示しなさいという問題です。カッコ4番です。カッコ4番は曲線の長さの問題。曲線の長さと言われると教科書でラージ L イコール。 インテグラル A から B までのルートの1プラス中括弧 F' x の閉じ括弧の2乗 D x でしたなぜだったでしょうえこちらの「なぜ」がなかなか分からなかった方もいらっしゃるかなと思います。公式だから頭ごなしに覚えてこれを使えばいいんだっていうふうに言われる方もひょっとしたら中にいらっしゃるかもしれませんけれどもこの公式がなぜ生まれてきているのかそれについて解説をしてからこの問題の証明に入りたいと思います。 A から B までの曲線のこの長さを求めていきたいというのがこの L のことですよねちなみにここに直角三角形を書きました横はとても小さな長さ縦もとても小さな長さ当然斜めもとても小さな長さだというふうに理解をしてくださいわかるように書きましたけれどもとても小さなものがここに A から B までたくさん無数につながっているんだというイメージです ところで a から b までのこの dl という長さを足してあげる式はどのようになるかというとそれがまさにこれですよね。l イコールこの a から b までの長さラージ l はインテグラル a から b までを dl 足してあげましょうという意味ですよね。dl というこの長さを足す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 ずっといって b までのここまでを a から b まで足してあげましょうということになりますから l イコールインテグラル A かか。ら B まででででの DL とといいうふうに書くことができるわけですね。よろしいでしょうかちなみにこの DL って一体何かというと三平方の定理を使えば Dx の2乗と dy の2乗を足したものが DL の2乗だったじゃないですかですからここに三平方より DL イコールルートの Dx の2乗プラス +dy の2乗と書いたわけですそのことでこの DL というところ ここにこの右側に書いてある三平方ルートの括弧 DX の二乗プラス括弧 DY の二乗を入れてあげましょう。するとどのようになるかというとこのような式が出来上がりますよね。L イコールインテグラル A から B までのルートの括弧 DX の二乗プラス括弧 DY の二乗が出来上がるわけです。しかしこの式には大きな欠点があります。動かしますね。少しここまででいいかな。 このよううな形ででしょうか大きな欠点というのは何かというと何について積分するんだという何についてがないですよねだから積分ができないということですよそれをどのように解釈すればいいかというとこの式のルートの中を変形するんですどういう形で変形するかというのがこの形ですよく見てみましょう L イコールインテグラル A から B までのルートのもともとあった DX DY ののの乗乗プラスかっこの2乗の分母にあえてわざと強制的に DX の2乗をつけてあげましょう。えもちろん、えー、値としての量が変わることはできませんから分母に DX の2乗をつけたとすれば当然こちらにかける DX の2乗と書いてあげなければダメですよね約分して消えてしまうということですさてここまでくると少し分かっていただけたんじゃないかなと思いますよろしいでしょうか動かしますよ するとこの、ような形です、えーこのえー、かっこ dx の2乗というのをルートの外に出してあげれば、そしてルートの中の dx の2乗というのをそれぞれに分けてあげればどうなるのか、それがこの式です。ちなみに、えー、こちら、計算をしてあげると、l イコール、インテグラル a から b までのルートの1プラスかっこ、こちらは2乗でくくり倒してあげると、えー、dydx の2乗という形になります。それの dx です。 ということでこちらは f'、X、でしたから l というのはインテグラルの a から b までのルート1プラス中括弧 f'、X、の閉じ括弧の2乗 dx という式が成り立つわけですよね。このような形で実は考え曲線の長さの l という式が出来上がったわけです。 それではカッコ4番の証明の方に移りたいと思いますけれども私の動画の特徴は解説を主軸に置いているので証明がしっかりとかっちりと上から下まで結論までスタートからゴールまで書いてあるわけではないです。というよりもむしろこちらで説明をしている説明を順次 証明として起こしていただければちゃんと証明になるという形での解説をしていきます、えー、つまり何を言いたいかというとこれからの解説解説が中心になりますので証明としての、えー、と書き方ということにはあまりこだわっておりませんからそこはご注意して見られてくださいただ書いてあることを順次並べていってくださればちゃんとした証明になるということはお伝えをしておきますでは参りましょう今ラジエルというのが インテグラル0から c まででの積分でした。そして公式はルートの1プラス F'x の閉じ括弧の2乗の dx これが曲線の長さの求める式ですところで Fx というのは一体何だったかというと Fx は b 括弧 1-c 分の x2 乗ですもちろん x は0小なりコール x 小なりコールルート c でしたね括弧、えー、を外してあげる展開してあげるとこちらは 項べきの順に整理してあげて、f(x) イコールマイナス c 分の b x 二乗プラスの b です。f ダッシュ x とは一体何なのかこちらに f ダッシュ x がありますから、f(x) から f ダッシュ x 微分したものを求めてみましょう。f ダッシュ x はこちら2が前に出ますからマイナス c 分の 2b x ですよね。 ところで b は正でした c も正でしたそして x は0以上そしてルート c 以下ですからこれも0は含みますけれども正ですということで正正正ですからマイナスがあることに伴ってフラッシュは実は負なんだということが分かりますこのことについてはしっかり押さえておきましょうこれがとても大きなポイントの1つ目になりますそこでこの問題は実は問題文の中にフォローがされています えつまりどのように書かれているかというと s'0t'0 コール0 T ダイナリコール0の時一般にですよえルート √s 小なりコール √s+t 小なりコール,ルー √s+t こちらが成り立つんだということを用いて証明をしましょうというふうに書いてありますさてこの問題え少し動かしますねこの√の中は一体どこから来ているのかというとこちらでしたねこちらです よろししいでしょうか。インテグラルの中のルート1プラス括弧 F'x の2乗こちらを戻しますよこのルート s 小成イコールルート s プラス c、s プラス t 小成イコールルート s プラスルート t こちらをうまく利用しながら式の形を考えてみたいと思います1つ目ですまず1つ目はルート1プラス括弧 F'x の2乗というのは この1とこの括弧の2乗を分けてあげるとこのちょうど真上にあるルート s プラス t は小なりコールルート s プラスルート t になりますよねということを考慮して書き換えてあげましょう1が s 中括弧の2乗が t と考えればこのようになりますよね小なりコールルート1プラスルート中括弧の f'x の2乗ですこれ外すときに気をつけましょうね絶対値をつけて外さなければいけません よろししいでしょうか。ところでこの f'x ってこれでしたよねマイナスでしたつまりこの問題ここが第2のポイントになります f'x というのはマイナスですから絶対値を外すときにはマイナスをつけて外すんですこれがとても大切なキーワードです少し動かしますねこれでいいかな、えー、1つ目のポイントです一、えー、と書きました ①, 1つ目のポイントは ルートの1プラス中括弧の2乗小なりコール1マイナス F'X というのが成立するんだそれは最初の問題であった与えられているルート S 小なりコールルート S プラス T 小なりコールルート S プラスルート T こちらの一般の関係からまず一つ目を引っ張り出すことができたこれを丸 ① にしますでは次です次はこのルート S 小なりコール ルート s プラス t この前と真ん中の関係を使って式を考えてみたいと思います。動かしますよ。ここまででいいかな。えー、前に書いてあったのがルート s 小なりイコール真ん中がルート s プラス t です。このルート s プラス t というのはこのルート一プラス中括弧の二乗でしたよね。その今 s を一と該当させたときに式は ルート1小なりリコールルート1プラス中括号 f ダッシュ x の2乗になりますよね。ところでルート1というのは1ですから、そのままルートを外して1小なりリコールルート1プラス中括号 f ダッシュ x の2乗を丸2の関係式と定めました。では同様にもう一つ今 ルートの中のこの1を s と置いたのが2の式ですけれどもこれ実は前に書いてあるのが s という保証は何もないですよねつまり中括弧の f'x の2乗を s と置いてしまうというのがもう一つの考え方になりますよねですからこちらの1を t と考え中括弧の f'x の2乗を s と考えればどうなるのか同様にルートの 中括号 f ダッシュ x の二乗小なりイコールルートの一プラス中括号 f ダッシュ x の二乗という式が出来上がりますよね。この前後を入れ替えた式がもう一つあるということです。ところでルートの中括号の二乗というのは絶対値をつけて外しますよね。先ほどもこれ登場しましたけれども f ダッシ x は負でしたから絶対値を外すとマイナスをつけなければいけない。つまりマイナス f ダッシュ x 少なりイコールルートの 1プラス中括弧 f ダッシュ x の2乗というのがもう一つ出来上がります。ここで気をつけなければいけないのがルートの1プラス中括弧 f ダッシュ x の2乗の前を s にする場合と後ろを s にする場合、2つありますよ。その関係で丸2の関係式と丸3の関係式それぞれが登場するということになるわけです。ここはご注意ください。 ではこの後丸○丸,1丸2 ○丸3を使ったそれぞれの計算に入る前に1つ目として、こちらを求めておきたいんですよ。インテグラル0から √c までの f'x の dx これを先に求めておきましょう。これ、事前準備です。よろしいでしょうか。すると、これって f'x は fx ですよね。まず √c を入れてあげる。 F√C ね。これって一体何だったかというとこれは実はカッコ1番で F のカッコルート C というのは0でしたよね、えー、当然この0を入れてあげた F の0というのは B でしたこれはカッコ1番から出ていますということでこちら 0-B ですから 0-B は -B なんですけれどもカッコ1番の最後の条件のところに B は消去してなんちゃらっていうことで書いてありましたつまり B というのは2ルート C 分の ラージでしたからここではインテグラル0からルート c までの f'xdx というのは実はス2ルート c 分の 3a ですよということを頭に置きながらこのあと○丸○丸3を考えてみたいと思います。 1>, 1番というのは一体何だったか？丸1というのは一体何だったか？というと、ルートの1プラス中括弧 f 出し x の2乗小なりイコール 1-f ダッシュ x だったわけですよ。この両辺にインテグラルつけてあげましょう。つまりこちらです。ラージ l かっこ c というのはインテグラル0からルート c までをつけてあげればこの形になりますよね。左側は。 よろししいでしょうか。そして右側も同じようにインテグラル0からルート C をつけてあげましょう、えー、中括弧 1−F'x の Dx ですさてこれを計算ですよ、えー、つまりこちらは1を、えー、Dx について積分するから、えー、こちらの x は0から C までにルート C までになりますよねそしてこの右側、えー、インテグラルをそれぞれこうつけ、えー、分けてあげて、えー、インテグラル0からルート C までの F'x の Dx ですよこれって今ここで求めたじゃない えーマイナス二ルート c 分の三ラージエということになりますから書き換えてあげるとつまりどうなるのかこうですよねつまりラージエルカッコ c というのはこちらの左側がこれがラージエルカッコ c だからこれは小なりイコール小なりイコールこちら計算するとルート c プラス二ルート c 分の三ラージエになるんだっていうことが わかります。これを丸1ダッシュにしましょう。そこで丸2ね、今度は丸2。丸2は何だったかというと、1小なりコールートの1プラス中括弧 f ダッシュ x の2乗でしょ。これの右と左を入れ替えてあげたわけだ。そしてこれの両辺にインテグラルのゼロからルート c をつけてあげればいいと。そうするとこの左側だったやつはね、インテグラルのゼロからルート c までのルートの1プラス中括弧 f ダッシュ x の閉じの2乗の dx って。 えー、ラージ L. C. だったわけじゃない。つまり、このラージ L. C. は大なりイコール、えー。インテグラルのゼロからルート C.。一は X. で積分されるとこうなるでしょ。括弧の X. ゼロから C. までだから代入してあげると。ルート C. だ。ということで、実際には。えー、この式丸二の式は、えー。ラージの L. C. 大なりイコール。ルート C. になるわけですよね。 これを丸に3というのはマイナス f x 小なりコールルートの1プラス中括弧 f'x のとじの2乗でしたこれの左右を入れ替えてあげればルート1プラス中括弧 f'x の2乗ダイナリコールマイナス f x になるわけですよねところでこれの両辺にインテグラル0からルート c をつけてあげましょうするとどうなるのか 左側はインテグラル0からルート c までのルート1プラス中括弧 f'x の2乗の dx です。これって曲線の長さ、largelc じゃないですか。つまり largelc イコールこの左側というのがこちらのダイナリコール、ダイナリコールインテグラルをつけたもの、インテグラル0からルート c までの中括弧 -f'x の dx です。 ここちらのところは、マイナスをインテグラルの前に出してあげればマイイナスインテグラル、0から c までの f x の x でののす。これって実は先ほど計算をお見せしたようにマイナス2ルート c 分の3ラージエになりますからマイナスとマイナスでプラスになるので動かしますね。こちらは2ルート c 分の3ラージエになります。 つまり結論ですラージ LC というのはダイナリコール 2√C 分の3ラージ A これを ③ ダッシュと置いてあげましょうここでさ ① ダッシュから ③ ダッシュまで出揃ったけれども一体何をこの問題はやれって言われてたかというとこの証明だったわけよ え、緑のボールペンで書いた2つあって1つ目が、リミット C を無限大に飛ばした時のルート C 分の LC が1になるよねってことをまず証明しろってこと。もう1つが、リミット C を0に右極限で力づけた時のルート C、ラージ c これが2分の3ラージ e a になるということを証明しましょうよって話だったわけ。ところでじゃあ、この最初のやつね、リミット C を無限大に飛ばした時の √c 分の lc が1になることととをちょっとやっやてみようかとじゃあ何を使ってやるのか。1ダッシュって何だったかというと1ダッシュはラージ LC 小なりコールルート C プラス2ルート C 分の 3LA だったわけね。2ダッシュは何だったかというと2ダッシュはラージ LC ね大なりコールルート C だったわけ。だから一つにまとめてあげるとこうなるわけじゃないつまり √c 小成イコールラージ l c 小成イコール,ルート c プラス2 c 分の3ラージ a じゃないで証明したかったことってこの真ん中に注目してつまりこれってこの緑のところいいルート c 分のラージ Lc っていうことはこの式それぞれさルート c でさ割っていこうよつまりルート c 分の1をこれにかけるよいい え左側のルート C にルート C 分の1をかけると1になるじゃないここいいかなちょっとずらそうか。ちょっとずらすよ。はい。ではこうしようか。いくよ。そうすると、このルート C にルート C 分の1かけると1じゃないそして真ん中の、えー、LargeLC っていうのはルート C 分の1をかければ、ここ,こ,こね、ここ。ルート C 分の LargeLC だ。そして右のこちらの方にはそれぞれ 分配の法則でかけるみたいな感じでルート C にルート C 分の1をかけて1でしょそして次にこちらねこちらはルート C 分の1を2ルート C 分の3ラージエにかけるから分母はルートが取れて 2C 分の3ラージエになるわけじゃないこれが成り立つよね何を使うはさみ打ちの原理を使おうよつまりはさみ打ちの原理を使うということはこうなるんじゃないえ左側の1は リミットで1を C 無限大に飛ばすとこれはもう1しかないよね右側,右側のこちらの1プラス 2C 分の3ラージ a をえーこれリミットで C を無限大に飛ばすとどうなるのかというと1プラスこれ0になるから1プラス0で1になるじゃない。ハサみ打ちの原理から何が分かるかというとここ真ん中リミットの C を無限大に飛ばすルート C 分の ラ、えージエルシはどうなるのかというと挟み撃ちの原理で1になるよねっていうことがここでまず一つ証明ができたわけですよね次にね一ダッシュと三ダッシュよりだよ一ダッシュは何だったかもう一回確認だよラージエシ c 小なりコールルート C プラス2ルート C 分の3ラージエだったわけ一ダッシュね三ダッシュは何だったかというとラージエルシダイナリコール2ルート C 分の3ラージエだったわけだそうするとこれも同じようにさ えこの丸三ダッシュからラージエルシーって二ルートシー分の三ラージエだからそこからこれだよ二ルートシー分の三ラージエ小なりイコールラージエルシー小なりイコール丸一ダッシュだ丸一ダッシュの右側は小なりイコールルートのシープラス二ルートシー分の三エだったわけ。証明したいことなんだった？もう一つあったよね。証明したいこと緑のボールペンで書いてあるやつ。つまりリミット c を0に右側の極限で近づけると √c×lc は2分の 3ln になるんだってことが証明したかったということでこの式全部さこの式全部ルート √c 倍しようよするとどうなるのかこちらルート √c 倍するとルート √c が消えて2分の 3ln になるよね真ん中はルート √c 倍だから √clc、えー、になるよね、えー小なりイコール ルート C 倍するから分配の法則でかけるのと同じなので計算をしてあげるとルート C とルート C でルートが取れて C プラスこちらは約分ができるから2分の3ラージ A が成り立つわけじゃないそこでまたさっきと同じように挟み撃ちの原理を使おう行くよ動かすよここまででいいかな挟み撃ちの原理を使うとどうなるのかまずここの左側の2分の3ラージ A っていうのはリミット C をー 0に右側から近づけるとどうなるのかこれも2分の3ラージエだよねそしてこちらの右側の方にある c+2 分の3ラージエを同じようにリミット c を0に近づける右側からだよ右極限そうするとどうなるのかというと c が0になるから計算すると2分の3ラージエだよね 両サイドがともに2分の3に近づくわけだから当然真ん中のハサミ打ちの原理に伴って真ん中のルート clc というのはどうなるのかというと c を0に右側から近づけた時の極限はどうなるのか答え2分の3エになりますよねっていうことで証明終了です。いかがだったでしょうかこちらの問題ハサミ打ちの原理を使って計算をしたわけですよね。 お疲れ様でした。これでカッコ4番の解説終了いたします。